お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、皆さん、本当に申し訳ございませんでした。新カードバカ強いです。なんか僕弱いとか言ってたんです。本当に新カード、いや多分弱いと思うんだよなみたいな。いやだって墓石の上位互換、まあ攻めで使えるけど、まあ大型止まんないし、まあどうせバルキリーとかで回収されてとか言ってたんですけど、ごめんなさい。めっちゃ強い。マジで、このゴブリンドリルですね。まだゲットしてない方は、このドラフトチャレンジでね、ゲットできますので、今すぐにね、ゲットしてほしいんですけど、バカ強いですね。なんか、思ってる以上にタワーを削りますっていうので、とりあえず、もう見た方がというか、皆さん見てもらった方が絶対早いと思うのが、早いと思うので、ちょっとね、メガナイトウォールブレイカー、僕もね、大好きなこのデッキのディガーの枠を、ゴブドリにした方でやっていきたいと思います。結構、もうゴブリンバレルの枠がゴブリンドリルになったり、まあ、ディガーの枠がまあゴブリンドリルになったり、まあ、施設の枠がゴブリンドリルになったり、まあ、本当にね、なんでも万能ですね。なんか他のデッキでは、クロスボウデッキ。普通にアーチャー、テスラ、スケ、アイスピの5ウッドのクロスボウデッキの、なんと、クロスボウの枠がゴブリンドリルになって、なんなら世界2位ぐらいまで行ってる人とかもいたんですよ。なんかもう別にゴブリンドリルあれば削れるみたいな感じですね。でこれもちょっと遅いんですよね。このなんか潜ってくるのがちょっと遅いのはゴブリンドリルで、早いのはあれですね、ディガーなんで、ちょっと遅いなと思ったらゴブリンドリルなので、そこはちょっとね、あ、ゴブリンドリルやと思って戦ってもらえればいいのかなと思います。そう、そこそこに良さげなザップを決めたと思ったけど、そこまででしたね。で今回ないともゴブリンドリル使ってるんですけど、まあ、防衛施設として使えるっていうのも一つ強みですし、今みたいにディガーとしてね削れるっていうのも強み、まあその2パターンですからね、主にはこう戦い方は。とりあえず飛ばしますね。でなんかヤキちゃんかな、焼き鳥がね言ってたんですけど、ゴブリンドリル相手のその奥側に出すと結構キング軌道、ゴブリンがめっちゃ溢れてキング起動してしまうことが多いので、なんかできるだけ手前側に飛ばした方がいいって言ってましたね。なんでちょっとそれもね意識しつつやっていきます。さあアウトレス、相手超枯渇、超枯渇デッキみたいなの来ましたね。まだこのゴブリンドリルがやっぱゴブリンを作る、まあ墓石のゴブリン版っていう考えをするのであれば、まあそのウッドとか矢の雨とかそういったね枯渇にはまあなりますよね。よいしょ。さあウォールブレイカーですね。攻めていってパン一発で、そのゴブリンドリルのじゃあ弱点は何なのかっていうところで、ですね、ダークプリンス、そしてバルキリー、あとはゴーストと、まあボンバーであったり、まあメガナイトとかにもちょっと弱いんじゃないかなっていう思いが個人的にはねあります。まあ、そんな感じかな。あと、意外とコウモリが厄介でしたね。コウモリとかサンガコとか、なんかこう、空にやっぱ攻撃できないからこそ、空で対応されると嫌だなっていう、ファイブとかね、そのザップとか組み合わせれれば全然いいんですけど、そういうのがなかなかうまくいかないときは、ちょっと嫌な感じがしましたね。さあ、掘っていきましょう。掘って掘って、相手はドリルで防衛してきてますね。で、さあ、ザップも打ってね。これ、ゴブドリからね、3秒ごとにゴブリンが湧いてきて、こぼれた瞬間に3体生まれるんで、いや、このゴブリンがめっちゃ軽く出るんですよね。そう、いや、削りさすぎやろっていうぐらい削ってくれるんで、これマジ、ゴブドリあれば、なんかほんと削り切れるとまでいけないですけど、ほんとにもうゴブドリだけで削るデッキがいる。まあ、削り切れるのか、じゃあ。ほんとに。ゴブドリだけで勝てますからね。さあ、これつけて、もうね、ウォールブレイカーでも追加してあげて、もうザップ打てばね、もうこのゴブリンが、ゴブリンがバカ暴れてるんですよ。で、さあ、ウォールブレイカーも入って、ナイスというわけで、まあ、今回はゴブドリ、まあ、防衛で使う場面はなかったんですけど、こう、例えば相手がエレジャイだったり、まあ、ラムライダーとか、ジャイとか、ロイジャイとか、まあ、そういう施設にターゲット取るね、ユニット。まあ、あとはユーノとかね、陸系欲しいなと思ったらゴブドリでね、守れるわけですので、無理にね、ゴブドリを相手に飛ばす必要もないんですよ。やっぱこう、相手のターンに飛ばすと4コストなので、カウンターを受けるね、まあ、リスクも高いっちゃ高いんですよ。まあ、だから、まあ、できるだけ序盤は飛ばさなくてもいいですね。でも飛ばしてもいい、ばっか強いんですよ。飛ばすだけでタワー本当に半壊とかいっちゃうぐらい強いんですよね。
さあ、LSP 飛んできた。ここはタルでいい感じにね。耐えていきたかったのに、いっちゃいましたね。さあ、一旦じゃあ飛ばしますね。本当に飛ばすだけで強いです。飛ばして、ウォールブレーカーともちょっと合わせていきましょうか。さあ、大砲です。さあ、今、タワーが、まあ、タケノコみたいなね、感じですよね。竹取ってる間にゴブリンがね、チクチクと、殴りましたよって。で、ここね、もうメガナイトで来ちゃいます。メガナイト結構これ、新カードに強いと思うんですよね。で、僕メガナイト大好きだから、そう。ありがてえかなと思ってる。まあ、ちょっとわかんないです。本当に、もうすべてのデッキに入ってますね。えぐいぐらい。枯渇にもだし、ホグとかクロス、ゴレ、メガナイトも、ペッカーとかにもいますし、本当すべてのデッキに入るんですよね。いや強すぎるなーっていう。マジで、なんで俺こんなカード弱えとか思ってたんやろなーっていう。マジで強いんだよな。これ見て、一生ゴブリン殴るからね。一生ゴブリン殴って、ウッドでね、タイミングちょっとずれたらその瞬間にこのゴブリンがめちゃくちゃ削るの。で、これ僕、メガナイトにこのゴブドリ、まあ、タケノコくんめちゃくちゃ相性いいと思ってて、あの、一つの同じデッキでですね、そのメガナイトって、やっぱこう結構ディガーと一緒のデッキ多いんですよ。そのメガナイトスケバレの、ディガー、枯渇デッキだったり、まあこういうメガナイトオールブレイカーとか、メガナイトってメガナイトプラスディガーの編成が多かったんですよね。だから、メガナイトのそのディガーの枠を、まあデリにするだけで戦えるんですけど、あとなおさらというかさらにメガナイトの弱点を補えるんですよ、それで。メガナイトの弱点って、施設がないデッキがやっぱ多いんですよ、メガナイトって。うん、だからやっぱ大型ゴレとか、ほんとラバとか、もうエレジャイだとか、ロイジャイだとか、とりあえずそういうね、施設に弱いデッキというか、施設がなかったのでね、基本的には。そういう系がきつかったんですけど、ゴブドリが入ったことによって、ディガーもあるし、攻めもね、全然できる。かつ、やべこい逆サイヤ。かつね、あの、防衛面も強くなるっていうので、攻めも強くなったし、防衛も強くなったし、みたいな感じで、いや、お前強すぎんじゃないっていうね、気がしてます。もうバカ流行ってますね、本当に。流行りすぎっていうぐらい流行ってるので、マジ皆さん絶対使った方がいいです。さあ、タケノコ、あれはいい感じのタイミングでウッドされそうだな、このウォールブレイカーが。いや、まあ。おい。でも今のでも地味にダメージ入ってますからね。それがやばいですね。今回って、あの、2.6 ホグの、ホグの枠、タケノコにしてみたみたいな。そんな感じのデッキですね。さあ、拾っていく。よいしょ。すげえな。だって、ホグ、タケノコにする普通。しないよね。ホグ、タケノコにしちゃうからな。すげえな、マジ。よいしょ。もう主軸がね、いらないってなったんですかね。もう、それがあれば、勝てるからっていうね、感じなんでしょうね。ちょっとね、雑っぽしいな。さ、ゴブリンが頑張る。ウッド使ったね。いや、いい受けを済んだ、さっきから俺の対戦相手が。さ、ケツメガから組んでいく。もう、すごいっす。今、マルチ潜ったら、タケノコって、もうみんなタケノコ。えぐいぐらいタケノコですからね。よし。さ、メガナイトがね、そこそこに頑張ってくれる。いや、これちょっと怖いですね。ちょっとだけ怖い。さ、タケノコちょっと位置変えるか。さっきから同じ位置ばっかでね。ちょっと怖いですよ。にょこザップと組み合わせてね。あ、メガナイトも飛んでく。いやー、タケノコな。えぐいっすね。これ、ほんとに。多分っていうか、ほぼ角ぐらいで、緊急下方修正的なのが来ると思います。前、3ヶ月でバランス調整変わるよって時の3ヶ月目にアースクイック下方されたんですよ。いや、あと1ヶ月すればね、下方来るじゃんっていうね。顔来るじゃんっていうか、バランス調整来るじゃんって、その時でよかったじゃんっていう感じだったんですけど、まあ、そのタイミングで来たんですけど、今回はね、さすがにこれ3ヶ月待てないですよ。待ってたらね、もう終わっちゃいますよ、環境が。さあ、とりあえずもうマジでドリル飛ばしとくだけで、バカツです。コウモリとかも追加してあげてね。さあ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 、ザップ、よいしょ!で、ずっとゴブリン殴って、で、ゴブリンって、その、攻撃力バカ高いん、強。ゴブリンの、まあ、強み唯一の強みみたいなもんですよね。スケラボーは優秀だったり。そう、火力やっぱ高えので、やべえな。今まで折れちゃうっすからね、多分。で、これも、言うの意外とね、やられちゃうんですよね。そう。
ゴブリンがこう3秒ごとに出てきて、最後に壊れた瞬間3体出てくるので、意外とあそこに5体とか4体とかうるちょろしちゃうんですよねっていうのがあるので、なんかこう、あ、こんぐらいなら大丈夫だろうの感覚でステイしてるとエグダメージ受けますね。やべえな、もうタワー折れたっすからね。バカ早い。軽くだけお化けですね。で、防衛でも使えて。さあ、あ、いい攻め来ちゃったな。これ、ザップされたら終わるけど、ザップしてきたら、まあ、タワーがゴブリン殴ってくれるからよくて、来ましたね。もう、掘るだけです。掘ればいい。掘ればいいぞ。掘ってけ、掘ってけ、掘ってけ。あれ、でも諦めましたね。うずっ。さあ、いや、メガナイト、僕、これめっちゃいいな。この環境。絶対顔送るんですけど、メガナイト好きだから、メガナイトに合うこの新カード、かつメガナイトで結構有利になるとまではいかないけど、戦いやすいっすよね、本当に。そうそうそう、いや、めっちゃいいね、バカおもろいね。やっぱ新カードとか出るとすげえモチベ上がりますよね。環境変わりますし、しかも今回ぶっ壊れだったのが良かったですね。なんかこれが、あの、僕の言ってた通りにバカ弱いカードだったら、こうちょっと界隈盛り上がらなかったりだとか、あー、まあどうせまたエリババかってなっちゃうんですけど、こう新カードがね、まあ出ること自体が神、で出て、しかもそれがぶっ壊れなのも神、まあぶっ壊れすぎるのはやっぱ運営のちょっとお茶目な部分が出ちゃってるよねっていう、まあ部分もあるんですけど、さあこういうところですね。ゴブドリで一つ注意があるのは、出てくるのが結構遅いです。結構遅いので、なんかディガー感覚でやっちゃうと空振ることがあるんでね、それは気をつけた方がいいです。さあ、言うのですね、ペッカとかか、なんだマジやっちゃう、言うの、おお、相手のマジやっちゃうそんなことある、ペッカラムか、無能すぎ、今無能すぎたよね、あんまあそこまで無能なマジやっちゃいないっすよね、年寄りだったんかな。さあこれね、いきます。ドリル、あー、ドリル組み合わせようと思ったんですけど、端前でメガナイト焦がされちゃったので、まあ一旦マスケとかでも、ユーノとかでもいいけどね、ユーノとかでちょっと、あ、やべ、逆サイ行ってねえかも、申し訳ない、どうせならザップ打ってね。さあドリル、さあでゴブリンが出てくるので、まあそこそこに戦ってくれるよねっていう。まあでもやっぱりゴレには弱いんじゃないかな理論は僕は思ってます。ゴレにだけは弱いと思ってます。まあ、ゴレ以外に強かったら、まあ、それは強えよなっていう。あと、ヤナアメとかにもね、防衛面ではきついかもしれないですよね。その、母性感覚で壊れる瞬間にヤナアメが当たったら、同時にゴブリンもやっぱ消えちゃう。ウッドとかでも、そう、防衛できるので、ヤナアメだったらどうなのか、火力足りないのかな。ウッドだったら火力高いけど。まあでもやっぱそう、ウッドとかヤナアメ系にちょっと、持っていかれやすい気も。しないことはない。4コストし、さあ、これね、ゴブリンドリル、トク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 。これ多分あれだな。あの、気づいた。俺、踏まれるわ、メガナイトで。えぐいっす。えぐいっす。ちょっとだけ耐えたい。で、耐えようね。耐えようね。よいしょ、さあ、耐えるよ。いや、いい、マスキが強いですね。で、ザップも打って、延命してあげて。よしよしよし、しかも、タケノコで結構ダメージ入ってるんですよ。1600も削った覚えないんですよね、僕。多分、さっきのタケノコくんでね。でもこういうのね、困ったらもう別にドリル置いとってもいいんですよ。まあでもマスクからでもいいかな。さあ、で、ちょっとあんま動作に盛られるの嫌なので、逆サイドかな。ちょっとワンチャンこれプレッシャーかけちゃおうかな。いや、一回ドリルから入りますね。丁寧にね。さあ、ドリル置きます。ドリル兼タケノコ。どっちで呼ぶのがいいんだろうな。よいしょ。いや、いいメガナイトがいますね。相手のインドラか。さあ、タルババとかで竹取りつつ。相手のマジアチは僕、結構めんどくさいですよね、さっきから。いや、防衛硬えな、これ。マジ、ドリルの防衛硬すぎて。ドリルメガナイト、やばいっすよね。何でも守れる気がする。さあ、あれメガナイトで踏めばいいんだね。よし。でさ、マスケ低めに置いて、まあタルババもゴブリンが出るのがちょっと早すぎるのがちょっとだけ嫌ですよね。よし。さあ、でここでね、わ、いい延命、それはザップってとかして、オッケー、来た。これカウンターね。
カウンター行きたいね。これ残ってるところに、全然残ってねえやんけ。俺の残ってるところに返して。さあ、で、あんまり防衛されたくないんでね。こんな感じで両サイド攻めてあげて。さあ、ドリル？あ、ゴブリン、ゴブリン。あれ、ばっか削るんすよ、マジで。あんだけなのに、すげえ削ってるかな。さあ、ちょっとすべてをね、いい感じに守りたい。困ったらマジドリル出します。いや、なんならもう困った。いや、なんならもう困ったけど、で、ドリルなんか生まれる瞬間に一応ミリダメージがあるんですよね。だから、これで、本当にミリすぎて、わかんないぐらいなんですけど。うん。ちょっと待ってね。ちょっと危なくなってきた。怪しい雲行き。いや、でもドリル強えな。なんかいろいろ疑惑な感じの部分があるんですよね、ドリル。いや、待って、やばい。待って、やばい、やばい。こっち向いて。待って。耐えて。本当に耐えて。マジで耐えて。危ねえよ。さすがに危ねえな。なんかドリル、その、生まれる瞬間に、なんか、微妙なダメージあります。タワーへのダメージもあります。マルチで33ぐらいだったかな。なんか本当にミリなんですけど、ミリダメージがあるんですよね。生まれる瞬間に。あ、98か。98。そう。あ、で、タワーへは30とかなのか。そうがあるので、こう意外とミリ残りの、そう、さっき見たマジエチャとか、そういったユニットの対処にも使えます。で、あとはどうだ、なんか、微妙なノックバックもあるんですよ。本当に微妙なんですけど、マジで微妙なノックバックもあって、こう、例えば、相手がラバーで一気だとします。で、自分がね、マスケでラバーを溶かしてる。で、マスケのところに相手がディガーを飛ばしてきたと。で、そこディガーがね、マスケを殴ってるけど、ドリルをそこに挟めば、なんかそれで、無理やりね、相手のマスケ、延命、相手の、あれか、ディガーとマスケの間に、ドリル入って、まあ、マスク延命できたりだとか、なんかいろいろね、ちょっと使い方がすげえ豊富にいける気がしてます。これ、見て。今みたいに、どけよって感じで、タックルっていうかね、なんかもうフィジカルでね、アタックするんで。さあ、今回相手は、タケノコかな？タケノコでしたよね。タケノコだったっけ？このまま遅れてね、メガナイトで行きましょう。で、カウンターでね。もうきついんじゃない？相手これ、ドリル、防衛に使ってくると思うんだけどな。あ、迫撃。決まったんじゃね？あ、終わりましたね。いや、これは、いい受けでしたね。相手がバルキリーマスケのカウンターで、迫撃を置いたのを、もう僕は全許容からの、ピッポーピッポー、ナイスグッドゲーム、ジュージーっていうね。いや、ドリル。ドリル、もうまあ頑張ってましたね。うん。っていうね。感じで、まあ、ドリル、バカ強いです。万能です。攻めでも防衛でも使えるので。やっぱ、クラロワって攻守使えるカードが強いんですよ。まあ、迫撃を攻めでも使えて、困ったら防衛でも使えるみたいなね。やっぱ万能カードが強いので、そういった面でもゴブドリは今のままだとね、最強すぎるんじゃないかなと思います。皆さんもぜひね、自分のこう、何かね、この施設の枠だったり、ディガーの枠だったり、ちょっとこのカードいらないなと思ってる枠とか、困ったらドリル入れてみてください。めちゃくちゃデッキパワー上がると思います。だけで今日はね、こんな感じで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。